ま、研究室で、ま、電話を受けてちょうど何の話だろうという話だったんですけど、まあ、非常に嬉しく思いました。今リゾート開発の仕事をしています。ファシリティマネジメントの仕事をしていて、ま、大きい建物の企画開発を進めています。ちょうど当時20歳ぐらいに受賞したんですけど、その後の大学の編入であったり就活に非常に役に立ちました。コンペって非常に当たり外れというか、まあ、受賞した人が一番っていうような形になると思うんですけど、まあ、それを考えて実際に作品を作っていくことが非常に経験になるし、まあ、自信になるので、コンペって非常に楽しいなとは思います。